ヘーテル・ニコライ・アルボは、ノルウェーの画家である。主にノルウェーの歴史や北欧神話を題材にした作品を手掛けた。とりわけ、アスガルト・スレーエンや、北欧神話に登場する女性、ワルキューレを描いた作品は有名である。学校の校長を務める父、クリスティアン・フレデリック・アルボと、母、マリエ・クリスティアーネ・フォン・ローゼンの間に生まれ、ノルウェーのブスケルー・ケンド・ランメンにある。 グルス高原のグルス高原マナーで育った。兄弟のカール・オスカール・エウゲンは、軍医で、ノルウェーにおける、人類学の開拓者であった。子供時代を過ごした、グルス高原の家は、1804年に、アルボの年長のいとこで、材木賞で、起業家であるピーター・ニコライ・アルボの夏の別荘として、建てられたものだった。ワイルドハントワル・キューレ・アルボは、 1851年から1852年の1年間、コペンハーゲンのフレデリック・フェアディナン・ヘルステッドが経営する学校で美術教育を受け、その後、デュッセルドルフでも美術を学んだ。1853年から1855年までは、デュッセルドルフ美術アカデミーの教授であるカール・フェルディナンド・ゾーンの教えを受け、 1857年から1858年までは、戦争と動物の画家である、エミール・ヒュンテンの下で学んだ。デュッセルドルフでは、時折、詩的に、歴史画の作家であるオーメン・ゲルベルクの教えも受けた。美術アカデミーの教授だったアドルフ・ティー・デマニア、ハンス・ギューデとは親友だった。この当時、ノルウェーでは、歴史画に興味を持つ画家が多く、アルボが、歴史画を選んだのは、 そのあたりにも理由がある。1861年、アルボは一旦ノルウェーに戻ったが、その後の年月を、ハンス・ギュデア、フレデリック・コレットと共に旅に過ごした。同年、鉱山の馬の群れの最初の作品を発表した。この題材は、その後何度かにわたって、アルボが取り上げることになる。この作品は、1889年から、 オスロのノルウェー国立芸術、建築、デザイン美術館に展示され、アルボの作品の中でも、極めて重要なものの一つと考えられている。ワイルドハントの最初の作は、おそらく1861年に、デュッセルドールフで水彩画として描かれたものであり、1868年の堂々とした作品は、フィラデルフィアの視聴者に飾られている。肖像画でも有名で、 王族の肖像も手がけている。また外国での展覧会にも出展している。1863年から1874年まではパリに住み、その後ノルウェーに帰国してクリスチャニアに構えた。1866年、セオーラブ勲章騎士賞とスウェーデンのバーサオー王妃勲章を受賞している。同じ1866年にはストックホルムで。 1876年ではフィラデルフィアで審査の仕事に携わり、1873年にはウィーンでの美術部門展覧会の委員を務め、1875年からはナショナルギャラリーカンパニーの一員でもあった。1892年10月14日、クリスチャニアで死去。ドランメン美術館はドランメンの中心部、ドランメン側の南部にある。かつては、 この土地の所有者の優雅なカントリーハウスが立ち並び、マリエンリストとして知られていた。美術館の展示の一部は、ノルウェーの歴史や文化を題材にした作品である。この美術館は5つの建物から成り立っており、グルス高原マナーのアルボが子供時代を過ごした家もその中に含まれている。この家の複数の部屋にアルボの作品が展示されている。ありがとうございます。